ごめんね。私はどこにも行かないよ。一人で残されるのは辛くて痛い。私も知ってる。知ってたのに。忘れてはいけなかったものをいつもあなたは教えてくれるのね、アイギス。絆があるからこそ迷って傷ついて、そして傷つけてしまう。とても難しくて辛くて苦しい。今私が決めずに降りたって、そんなの私が痛くないだけ。私ようやくゆかりさんに言われた意味をちゃんと分かった気がする。みんなちゃんと考えてよ。彼のこと、彼といた大切な時間のこと。私、生きることから逃げてたんだ。私なりの答え。過去に戻りたいのも、それを諦めるのも、どこか違う。なら、風花さん、聞いてほしいことがあります。え？それとあなたにも。